ダイナムコオンラインがヤフーゲームでサービスを行う、ブラウザゲーム、ドラゴンボール ZX キーパーズにて、新コンテンツ、究極 X ミッションの第1弾、惑星新刊、スーパーサイヤ人、バーサス宇宙の帝王が、2018年4月16日から5月1日まで開き、最中だ、究極 X ミッションとは、プレイヤー同士によるゲーム、大のチーム、キーパーズが挑戦できる期間限定ミッションだ。今、あで、主にチャットでの情報交換やコミュニケーションの構築が主だったキーパーズだが、今回のアップデートでついに明確な協力が可能になった。本校では、開催中の惑星新刊、調査員、ヤヒトバーサス宇宙の帝王を通して、新コンテンツの遊び方やその魅力をお伝えしたい。リンク、ドラゴンボール ZX キーパーズ公式サイト、キーパーズの仲間たちと7つのミッションに挑め、達成レベルによってお願い事のランクも上がる。まずは、ドラゴンボール ZX キーパーズについて、簡単に紹介しておこう。本作は、鳥山明氏による漫画を原作に、アニメなど様々な展開を見せる、ドラゴンボールを題材としたブラウザゲームだ。原作でおなじみのキャラクターが多数登場する本作では、自分だけのドリームチームを作り上げながら、原作さながらの迫力あるバトルが楽しめる、そんな本作にミツルを辞して登場したキーパーズ。連携イベント、究極 X ミッションは、大きく分けて、X ミッション、挑戦期間と、シェンロン召喚期間の2段階に分かれている。X ミッション挑戦期間は、キーパーズの仲間たちと共に、用意さ、出たミッションへと挑戦できる期間だ。ドラゴンボールの数と同じ、7つのミッションがあり、すべてのミッションをクリアした状態で、シェンロン召喚期間を迎えると、シェンロンがプレイヤー一人につき、願い事を一つ叶えてくれる。各ミッションにはそれぞれ4段階と達成レベルが設定されており、その達成状況によってドラゴンボが成長していく。7つすべてのミッションの達成レベルに到達するごとに強力な願い事が追加されるので、仲間と力を合わせてどんどんミッションをクリアしていこう。ミッション期間、中には限定ステージが出現し、それらのステージの攻略がミッション達成に直接関わってくる。限定ステージには強力な敵が多く出現するが、難度、ベリーハード、VH では一定確率で特別な黒スメモリが出現するほか、特定のステージには強力なクロスメモリをドロップするシークレットキャラクターが低確率で登場するなど、クリアの見返りは非常に大きい。ミッション達成を目指し、靴、これらも収集していこう。クロスゲートマシンに投入することで、一定確率でキャラクターやアイテムなどが入手できるアイテム。もちろん、こうした強敵に挑むことばかりがキーパーズメンバーの役割ではない。例えば、クロスゲートでアイテムを300個作るといったミッションなら、自分のパーティーでは限定ステージの強敵たちにはかなわないというプレイヤーでも、キーパーズの一員として十分にその戦力となれるのだ。じゃと使って仲間たちと相談して役割分担を決めつつ、より効率を高めて、ミッションの達成を目指そう。たくさんミッションを増やしてシェンロン召喚期間に入ったら、いよいよ願いを叶える時だ。ダムに配置されたカードの中から3枚を選び、その中から1つの願い事を叶えてもらうことができる。ミッション達成レベルと願い事の変化。今回の惑星新刊スーパーサイヤ人 VS 宇宙の帝王では、セットソウルバラバラにしてやるぜベジータと、セットキャラクタートランクス、
青年期が目玉報酬として用意されている。高ランクの願い事はレベル3で解放される。彼らを手に入れるためにまずレベル3を目標に余裕を持ってく。リアできるようであれば、レベル4を目指してみるのも良いだろう。究極 X ミッションは1ヶ月に1回のペースで実施予定で、今、タイのフリーザ編と同様にゲーム本編のストーリーに応じたミッションが展開されるようだ。今作を遊び尽くすにあたって、今後、は重要なイベントとなることだろう。イベントに挑むためには、キーパーズへの参加が条件となる。まだキーパーズに入っていない人は参加を検討してみてほしい。プレイヤー間で協力しながら遊ぶ。ドラゴンボール ZX キーパーズの世界は、これまでとは一味違う喜びを提供してくれるはずだ。リンク、ドラゴンボール ZX キーパーズ、公式サイト、記事 URL、http://www.4gamer.net、ゲーム、407G040769。2018,413,008。この記事を4ゲーマーで読む。画像などがすべてある完全版です。関連タイトル、ブロー、SER ドラゴンボール ZX キーパーズ、ブラウザ Y、魔法、ゲーム、マルシーマークバードスタジオ、集英社、フジテレビ、東映、アニメーションマルシーマークバンダイナムコオンラインアイ、NC、コピーライト、C、2018ヤフージャップ、アンコーポレーション、オールライツレス、コピーライト、C、2000-2018。アエータス、インク、オールライツリサーバ、ED、PR、ドラゴンボール ZX キーパーズの新コンテンツ、究極 X ミッションを紹介。キーパーズの仲間たちと協力して、チェンロンを呼び、And now I know my heart is a ghost town.